あーってきた。ちょっと待って、どうしよう。声聞こえる人、あ、聞こえない人。いつもとさ、画角が違うんだ、実は。見える？あ、聞こえる？聞こえる？聞こえるか聞こえないか教えてください。それによって私は、どうするか。あ、聞こえる。あ、よかったよかった。よいしょ。なんかさ、おかしいな。なんか、聞こえてる。ありがとう。キティちゃん。なんかね、もうみんな来たから、かわいいって、ありがとう。いっぱいつけちゃった。どうしよう。いつも通りの価格でお届けしてるんだけど、そう、みんな大好き、鳥の子でね、お届けしています。私は可愛いよ。いつもより明るい画面。明るいか、暗くはないと思うんだよね、いつもより。あ、でもかなり夜だから暗いのかな。いつもとさ、変わる？明るさ。どうなんだろう。変わってなかったらちょっと悲しいな。前髪だけ。あ、早速、たくさん、サンリオちゃん。レドハルクさん、ポンポンプリン。クルミちゃん、ありがとうございます。音がこもってます。なんで？なんで？ってやばい。そうそう、ライト買った、ライト買ったっていうかね。あ、ジジさん、ポンポンプリンありがとうございます。なんか、ライト買ったってよりかは、じゃない、なんて言うんだっけ、これ。自撮り棒？自撮り棒の、あ、ほんとちょっとこう、イヤホンしない方がいいの？イヤホンしない方がいい？撮った方がいい？撮んなきゃダメ？あ、私ついつい、あきさん、ポポポありがとうございます。心配さん、なんだっけ。マイメルちゃんじゃなくて、シナモンありがとうございます。ちょっとライトとね、自撮り棒にね、ライトがついてるっていう画期的な、あ、こうしたら、こうなんか、画期的なね、なんか、ものが売ってて、それ買ったの、今日。今日だよ、買ったの。説明書をまずに使ってみた。そしたら、どうなるんだろうって思ったけど。そんなに、なんかもっと明るくなると思った。全然明るくなってなかった。ちょっと、説明書読んでないからかも。シュウマイさん、ポンポンプリンありがとうございます。マシさん、ポンポンプリンありがとうございます。シナクさんもありがとうございます。タカタカさん、ポンポンプリンありがとうございます。明るさ調整、ついてんの？これ。でもね、なんか3段階ぐらいね、明るさがあって、で、試したら一番いいのがこれだった。じゃ、いくよ。多分次が暗い。これが暗い。これが白い。これがオレンジ。これがさっきまでない。これがさ、一番良くない？ 2 個ついてるの、こうやって。すごくない？おー、すごいすごい。待って。ちょっと待って。かつひろさん、たくしさんもありがとうございます。サンジーさん、この子何？バズワルくんか。ありがとうございます。シューマイさん、クロミちゃんありがとうございます。タクトさん。ポンポプリありがとうございます。ママジェイさん、シナもありがとうございます。これが一番良くない？これが一番いいよね。ないと暗いでしょ？そうなの。だからさ、やったんだけど。ジジさん、ポンポプリありがとうございます。いいでしょ？今日は別にさ、そのなんか、すごい話しさなきゃいけないこととかなくて、本当に雑談できた。サンリオも足で会っちゃった。こんばんは。ありがとう。こんばんは。シュー、オグルさん。クロミちゃん、ありがとうございます。タマテさん、ポンポクありがとうございます。クロミちゃんもありがとう。でね、みんなに見てほしいな、サンリオってことでね。見て。すごくない？これ。ちょっと、ガガガ。通勤性高め。すごいですよ、これ。マントなの。可愛くない？これ。シャンディオって言って、これを思い出した。で、これつけちゃうね。本当はね、多分こうなんだけど、後ろだと見えないから、かわいそう。ちなみに見て。可愛い、そこが気に入る。これは、
可愛すぎて一目惚れして買った。可愛いでしょ、これ。マークの。これ私が初めてサンリオピューランド行った、肩幅が広すぎてさ、このちょっと。サンリオピューランド行った時に、なんかもらったのかな、わかんない。なんか、多分、記憶合ってるかわかんないけど、なんか踊った気がするんだよね、サンリオで。わかんないけど、初めて来た時。みんな来て、なんかこれももらったの。すごいでしょ？キラキラ。もうこれもつけちゃうから。サンリオの人になっちゃうから今日。全然見えないやん。かわいいでしょ？金メダルみたい。ふざけてみて。まぶいね。うまいちゃん。通算ポンポンありがとうございます。かわいいでしょ、これ。で、こっちはコゲミュンで、これがマイメロちゃん。で、これがキティちゃん。やっぱ音質悪いって。今、連絡来た。イヤホン取らなきゃダメかな？あんま取りたくないんだよね、イヤホン。一回取ってみる、逆に。どっちがいい？一回取った方がいいかな？みんな相談。相談乗って。取った方がいい？一回ね。サンリオオブザイヤーですね。確かに。サンリオ大賞狙ってるのかも、私1位。そのほうこさん、大石さん、ご報告ありがとうございます。試しに。これからが、これだからいいよ、ちょっと一緒に最初っていうか。一回ね、じゃあ一回ね。一回もう劇的に、もうこっちの方がいいしかないって言ったら、それで頑張る。一回撮るよ。音消えるのかな？大丈夫？一回撮るね。せーの。あ、ブルートゥース切ればいいんだ、それ。あ、ダメか。撮った。今切れたよね、一瞬。大丈夫？みんな、いる？一人？今。机に置いてない、これ。音がしただけ。あ、めっちゃいいんだ。こっちにするか。じゃあこっちにしちゃうか。前髪だけ整えさせて。今日の前髪良くない？さっき言った前髪なんてんって来ててさ、青一車鮮明になった。じゃあこっちにしますね。こっちの方が聞こえやすいよって。劇的に良くなった。 聞こえやすいよーん。こっちにしちゃうね。ダメなんだ、イヤホン。この1。あ、さんちゃん、キロキロ、キロッピーだよね。キロキロキロッピー、ありがとうございます。あ、前髪いいね。3分に、3分に？ 3 分前に言おうとした。めっちゃいいでしょ、今日。アイロンしかしてないんだ、でも、これでも。最近さ、ちょっとさ、気づいた？みんな、ちょっとね、ちょっと前髪重くしたんだ。いつの時からか。ちょっと覚えてないけど。9月ぐらい？ 9 月後半ぐらいに前髪重くした。そう、いい感じじゃない？重めかわいい。そうだよね、前髪綺麗。そうでしょ？あ、道理で印象違う。すごいね、やっぱ分かる人は分かるんだ。天才じゃん。今日何の話する？みんな何話したい？テーマ決めちゃう？みんなで。何でもいいよ。本当にさ、特にめっちゃこれを話さなきゃとかがないから、みんなで本当に何でもかんでも話そうって話。明日パパの誕生日なんです。おめでとう。明日何日？え、明日ってあれじゃん、リジちゃんとあゆみちゃんの生誕じゃん。すご、行くのかな、わかんないけど。おめでとうございます。ビバラ MV、 あ、見ました、ビバラ MV。 私ね、リアルタイムで見てました、実は。実は見てたんだ、リアルタイムで。みんなのチャット欄とかも実は見てた。見ながら見てた。ビバラビータ、いいでしょ。なんかさ、風がちょうど良かった気がする。 ちょうどいい感じになんかさ、馴染んでたよね。さっき見てたよって。見てた？本当？やるやん、みんな。風良かったねって。そうそう、最初さ、ちょっと風がヒューイーってなったじゃん。それがなんかいい感じにさ、逆にさ、なったよね。あ、りゅうさん、だるまたくさんありがとう。さださん、ポンポプリありがとう。
パクトさん、キュキュキロッピー言った。キュキュキロッピー、ありがとうございます。爽やかな感じね。今両手バージョンだったじゃん。初めてだよね、みんな多分両手バージョン見たの。違う？そうだよね。両手バージョンいつもマイク持ってるからさ、ビバラビダの時もさ、マイクにしちゃったリップ こうやってやるけどさ、本当はこう V だからさ、それがさあんな感じだよね。だって今日もこうなりっていつもあるじゃん。あれいつも片手だからさ、そんなめっちゃ圧力感じないけどさ、両手だとめっちゃ圧力感じない。あれ見ててめっちゃおおすごい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 って躍動感感じたんだけど。マイク屋さん初めてだよね。そうだよね、新鮮だった。そうだよね、そうそう、 V のやつで、ありゃこうやってビバラピッタビバラピッタビバラピッタ V な、ビバラの B。初めて来ました、初見さん、太郎さん、ありがとうございます。嬉しい。あ、すごいよ。たかたかさん、ポンポンプリン、ありがとう。りゅうさん、なんだっけ、だるま、だるま、ありがとうございます。だるま忘れちゃった。いいよね、 V なの初めて知った。マジ？嘘、言ってなかったか。そうか、そうだったか。見て、かわいいキティちゃんもいるんだ。かわいいでしょ、ハロウィンだからちょうどいい。これに連れとこ、あ、やばいやばい。そう、私さ、結構前、今も好きなんだけど、キティちゃんが結構好きで、そう、結構持ってんだ。そう、なんかこのショールームやるときない、噛みすぎ。ショールームやるってなってさ、なんかサンリオのやつあるかなと思っててさ、探したらさ、結構キティちゃんのもたくさん出てきてさ、キティちゃんいっぱいあるやんと思って、びっくりしちゃった。ハロウィーン、勇気の前かと思った。絶対違うでしょ、なんでみんなでワイしなきゃいけないの。絶対違うやん。めっちゃドラマ送ってくるじゃないですか、リュウさん、ありがとうございます。かわいいでしょ、キティちゃん。そう、キティちゃんとコギミュンが好きなんだよね。コギミュンでもさ、あんまなくてさ、グッズとかちょっと悩みかかってるよね。何の話したい、みんな。さっきのさ、ルリの配信見てた人いるよね、多分たくさん。そこでさ、なんだっけ、ご飯の話出たじゃん。ご飯の話してたじゃん。あれ、ご飯の時、ご飯の時、ご飯この日にしとくっていう、一応仮だったの、私の中で仮切手だったのね。なんか2人でなんかの仕事の帰りの時に、その1回ダメになったご飯のやつがあったから、そのご飯でルリ、その時はなんかどっちもで、断どっちもでお互い、じゃあ今日やめようって言ってやめたんだけど、その後にルリが、いつにする？って言ってくれて、あ、じゃあどうしよっかって言って、なんかいい感じの日にちがないねみたいな話してて、でそれでどうしよっかって言って、なんかちょっと仮っぽく決定したの。とりあえずここでいいんじゃないみたいな、ここ行けそうだったら行こうねみたいな感じだったの、私の中では。わかんない、ルリの中では決定だったかもしれない、それはちょっとわかんないんだけど。 それでやってたから、やってて、私もね、当日まで忘れてたのね。 その日なんかスケジュールの開いた時に「ルリ」って書いてあって、「ルリ」ってなんだと思って、そう、「ルリ」って書いてたの、その自分のスケジュールのとこに。 だから「ルリ」って書いてあって、「ルリ」ってなんだろうと思って見たら、あ、ご飯だと思って、ルリに「あ、今日ルリとご飯なんだな」と思ってたで、なんだけど、なんかめちゃくちゃ体が重くて、その日 重すぎて、だから重すぎて、ちょっとその日はね、確かなんだっけ、ボイトレかな、多分ボイトレかなんかだったんだけど、ちょっと重すぎてね、体が。それで体中がちょっと痛くて、あ、ちょっと今日無理かもって思って、ルリに「ごめん、今日じゃなくてもいい？」って LINE したので、そしたらルリが「あ、いいよいいよ」って言って、その後ボイトレで会った時に、私今日だと思ってなかったって言ってた。なんやねん。 あなたも分かんなかったんかいと思ったけど、まあでもね、ルリは許してくれたから、いいよいいよって、今度にしようって
ってくれたから、優しいルリちゃん、ドタキャンを受け入れてくれるルリちゃん、優しい。ポーランドさん、ポンポプリありがとうございます。ルリアレルギー違うよ。何食べようって全然決めてなかった。何食べようっていうのもなくて、特になんかそれでなくて、どうしよっかなみたいになってたけど、あんま決まってなくて。おおすごいすごい、タロさんミラーボールありがとうございます。ウィバブリーディ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 。だからね、そうだから決まってなかった。でももうね、次行くの決めたの。もうそのご飯行く日決めた。この日は多分大丈夫。お互いね、多分大丈夫。そう多分いけると思うけど、何食べるかまだ決めてない。何も一生決めない。あ、ね、分かったかも。こっちがさ、電気なくなってきたわ。ライトこっちだけで今頑張ってる。こうしたらほら、こっちはもう変わんなくない。ねーねー、果たしていけるのか。そうそう、逆にも行かない方がいいのかなみたいな。ここまで来たらね。リサクさん、くるみちゃんありがとう。なおちゃんはじめまして、ありがとうございます。なおさんありがとう。なおちゃんさん、だからみんな行けることを願ってて、私も願ってる、もちろん。ルリも多分願ってる。何食べようかなって、ルリがハンバーグでもいいよって言ってくれてて、でもルリお寿司好きなのね。めっちゃお寿司好きだから、お寿司にするって言って、私がお寿司苦手で、生ものが無理だから、生魚かが無理だから、ルリが気使ってくれて、あ、全然お寿司なくていいよって言ってたんだけど、私もほぼ行ってないから最近、全然ちょっと逆に行こうかなとか思ってたけど、なんかお寿司じゃなくていいや今はみたいな感じだったから、まだね本当に決めてないの。どこでも2人で行ければどこでもいいかなみたいな感じ。そう、バッテリーない。これなんか充電する気らしい、多分。確かに食べ放題系ね。確かにそれはあるわ。でもさ、なんかこう多く時間を取れないから、手っ取り早く行けるとこがいいよね。手っ取り早くって言ったらあれだけどさ、なんていうの。そうそう、成長して食べるようになってなってないよ。私絶対お寿司無理だもん。付き合いたてみたいなこと、そんな感じなの。そうなの、お互いね。ハンバーグ寿司とかあるんだ。本当になんかご飯行く、なんか最初のね、最初のこのご飯論争が始まったのは、うちが1周年経った時だから、かつ下旬らへんかに、私があのご飯行かないって誘ったのね。珍しいよ、私が自分からさ、めちゃくちゃインドアだから自分からなんかしないっていうのってすっごい珍しいんだけど、なんとなくルリとなんかご飯行くっていうよりか、なんか話したいがメインだったから、ご飯行こうみたいな話して、でもなくなってみたいな感じだったから、だからそう、だからメインはね話したいな。そう、なんか話そうねって。でもまあ電話でもいいんだけど、電話だとルリちゃんが眠くなっちゃって、ごめん寝てたって言っちゃうから。私もねテレビ見てるのが悪いんだけど、最近はバレーボール見ちゃうからさ、それが悪いんだけどね。あ、ポーランドさん、シナモンありがとうございます。ファクトさん、ポンポプリンありがとうございます。でもね、ルリだ意外とね、電話今最近は全然してないけど、前はね結構してた、結構してた。なんか知らない間に切れ、寝落ちはしたことないけど、知らない間に切れちゃう感じ。なんでか分かんないけど、ジジイさん、ポンポプリありがとうございます。嬉しい。確かにファミレスとかでもいいね。確かにそれはあるね、それは一理あるわ。確かにね、まあ、そんな感じなんで、頑張りますわ、頑張りますわ。スタバだと気軽に行けるんじゃない。私さ、スタバって人生でまだ
2回ぐらいとかしか飲んだことないの。でそれも1回目は友達と3人で行って、それが初めて行って、高校入ってからかな行って、その後はライブの時にあのマネージャーさん買ってきてくれて、それで初めて2回目で飲んだんだけど、だからなんか頼み方が分かんないんだよねこの間さチョコが飲みたいって思ったの、なんか急になんだけど、でそれでなんか気持ち的にはね、これでスタバデビューしちゃおうかなと思ってたんだけど、なんか頼み方分かんなくて、どうしたらいいか分かんなくて無理だと思ってやめて、ルリに今度一緒に注文の仕方教えてねって言って、ルリがきっと教えてくれるから、それでもいいね。逆にマントが見えなくなってる、今気づいた、かわいそう、チャームポイントなのに。頼むことわかんないね、いるよね、そうだよね、わかるわかるわかる、そうなんだよ。コーヒーね、あんま好きじゃないんだよね、あんまり飲めないかな。いやそう、なんて言っていいかわかんない、なんかさ、なんだっけ、なんか L とかじゃないんでしょ確か、 LMS みたいなじゃないんだよね確か、違ったっけ、なんかもっとなんかおしゃんな感じのさやつじゃなかったっけ、わかんないけど、それがちょっとわかんなすぎて無理なんだよね、そう、頼み方がわかんない。太郎さん、スタバ2回とかとても19歳女子とは思えない、いいでしょ別にスタバ行かなくたって人生読んでいけるんだから大丈夫よ。サンジさん、あ、そうだ、通るみたいな、そうそうそう、それがもうわかんない、難しい難しい、あ、スモールトールグランデなんだ、むずくないそれ、入った時わかんなくない、わかんのかな、大中小でみたいなこと言えばもらえるのかな、普通にスモールでとかでも通じそうだよね普通に、わかんないけど。確かにあやめちゃんね、カースプロに案内してました、確かにあやめちゃんめっちゃ週2とかで飲んでるじゃない、週2、3ぐらいで飲んでるんじゃない、わかんないけどめっちゃスタバ好きなイメージある、似合うしねめっちゃ、あ確かに一番大きいやつって言えば、確かに頭いいやん、確かにそうだね、頭良すぎます。ディーディー、あ事故事故、マスキングテープもキティちゃんなのどんなキティちゃん持ってんだよ、ちょっと画面がさ上すぎたのかな、でもこれ以上線縮まんないの、この子が、三脚ちゃんが、あとなんか喋りたいことありますか、皆さん情報提供ください情報提供ください何でもいいんだけど、何もなかったら適当に喋っちゃうけど、外食あんまりしないの、しないね、外で食べることがあんま好きじゃなくって、なんか周りの環境とか気になっちゃうし、あ、太郎さんありがとうございます、ポチャッコかわいい、ありがとう、そうだからあんま行かないかな、あ、ワロップありがとう、あ、そうだそうだそうだそう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 だね、あの本当に行けない、この間木曜日に出させて、先週、今日何曜日、先週じゃないか、え、土曜日か、おととい、え、昨日、おとといか、おとといの木曜日に、シーカップワロップっていうね、あのワロップ放送局の番組出させてもらったんですけど、そこで木曜日だよね、木曜日のレギュラー決まりました、はい、皆さん拍手ありがとうございます、嬉しい、本当にありがとう、あ、カジャシー、あと白うさぎの夢応援していますさん、ツイッターフォローありがとうございます、そうレギュラーが決まったんです、初めてじゃない、自分の個人的なレギュラーって、なえちゃん、あ、めちゃみんな拍手くれる、嬉しい、スタンディングオベーションしてくれてありがとう、そう決まったんです、めっちゃさ、あの来週はあの番組自体がお休みなんかないんですけど、そう、あ、パクタさんミラポールありがとう、
バブリー感強めで、来週はねないんだけど、その後とかやります。あのレギュラーあるので、木曜日ね、しかも観覧もねあるので、来てくれたらいいと思う。来てくれたら嬉しいです。めっちゃめっちゃ売れそう。あの紹介っていうか、そのレギュラーだよってなる前のそのおとといの時もね、めちゃくちゃねもうファンの方いらっしゃって、めっちゃ安心した。すっごい安心した。あの他のアイドルさんが結構そのワロップ所属の方が多くて、そうそう、だからそう、なんかちょっと不安だったんですよ。どうしようかな、うわードキドキドキみたいな感じだったんだけど、あの観覧席見たら、あ、私の知ってる顔の方がたくさんいらっしゃると思って、それがめちゃくちゃね安心して喋れたから本当に嬉しかったです。ありがとうございます。めちゃめちゃ安心した。普通になんか顔合わせに行っちゃったもん、もうみたいな感じで観覧のしてる方たちに普通にちょっと安心を求め行っちゃった。配信見てたよ、ありがとう。そう、配信もあんの、アーカイブはねちょっとないんだけど、そうなの。割と他のアイドルさんと仲良さそうでした。まあそうだね、確かに最初の段階、その入って入りしてインして、最初の方本当に人見知りすぎて喋れなかったんだけど、リハ終わってぐらいの時に楽屋が同じ子が話しかけてくれて、そこで仲良くっていうか、あの喋れるようになって、それで結構喋れたって感じかな。本当に自分からさ、そういう時話せないんだよね、どうしても。なんて話しかけていいか分かんないっていうか、なんか元気ですかって聞くのもちょっと変だし、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、初めましてって言った後なんて言えばいいんだろうってちょっと分かんなくてさ。レイさん、シナモンとなんだっけ、クロミちゃんか、ありがとうございます。ずっと笑ってた。めっちゃ面白いんだもん。三拍子の久保さんのなんかテンポ感がめっちゃ好きだなって思いました。めちゃくちゃ面白かった。話しやすいし、めちゃくちゃ良かった。インテリジェンス、そう、私インテリジェンスだから、褒められたから、久保さんに。いや、素晴らしいインテリジェンスですよって褒めてもらった。リラクさん、ポチャックありがとう。だからもう私はインテリみたいですよ、インテリジェンス。そうそう、確かにクイズとかがあったから、それはあるかもしれない。そうだよね、番組面白かったよ、ありがとう。チーム勝ててよかったね。そうなのよ、勝っちゃって。あ、初期計算ナオピアットマークマリー8月の全押し16789さん、こんばんは。初見ありがとうございます。今サンリオコラボなので、サンリオ存分につけてます。ワシントン DC、 そう、ワシントン DC は分かったよ。もちろんニューヨークじゃなくてワシントン DC ってことはもう私の頭にはちゃんと入ります。それはね大丈夫。太宰治もね分かって、あの人は分かるの、太宰治って人は分かる。だってさ、違ったらちょっとやめとくけど、太宰治でした。あ、こっち電源切れた、こっちのあのレート終わった。太宰治って人は分かったんだけど、その走るメルスが太宰治っていうのが分からなかったの。走るメルスもね、内容は分かるんだよ、だってやったもん。あの中学校かな高校かな、分かんないけど、国語でやったもん。ここはあんまさ、ちょっと得意じゃないんだよね、漢字とかもね、本当に読めないの、書けない、読めない、何もできない。さすが大学生や。そうでしょ、ナオピーでいいよ。ナオピーありがとう。人間失格、あ、人間失格も出たらさんだっけ。そっかそっか、ティーンをつければ大体言って偉人だもんね。そうだよ、ティーンって言うとクリスティーとかそういう系だからさ、めちゃくちゃなんか偉人界って偉人感がめちゃくちゃあってさ、いいよね。え、羅生門太郎様だっけ、芥川龍之介じゃない、違う、
ラショーも太宰治なんだ。芥川龍之介って何？いや、糸の人？なんか糸吊るしちゃったよみたいななんだっけなんだっけなんだっけ、あるよね、糸吊るしちゃう話。りなちゃんは賢いと思い込んでた。え、賢い、賢いっていうか、まあそうだな、語弊が、なんか成績は良かったって感じ。なんかテスト勉強とかは本気でやってたから、そのテスト勉強めっちゃ頑張ってたから、成績はめそあのなんかダメとかじゃなくて、普通に平均とかより全然良かったみたいな感じなんだけど、でもやっても忘れちゃうから、だからね、できないの。普段が頭いいとかではない、もうやってやったもう直後のテストがいいみたいな感じなんで、悪く、いい時もない、悪い時もあったけどね。全然サンジさんありがとう、バツ丸落ちてないね、私絶対。パクタさんポンポンポリンありがとう、ツイッターフォローしました、ありがとうございます。ナーピースさん間違えましただよね、男天才や、私芥川龍之介だよね。そうだよね、羅生もなんかそのイメージ、そうだよね、それはほら、そう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 、なんか何の糸、雲の糸みたいな感じ、わかんないな、なんだっけ、めっちゃ、うわ、なんかやったな。さすがインド派、いやいや別に関係ないでしょ、インド派やばすぎ。得意な 学科って何、教科ってこと、体育、体育以外ってんでしょ、多分ないけど、どんな教科あったっけ、あ、ないけど、今はもう覚えてないけど、テストの時は世界史とかめっちゃ得意だった、覚えるだけだから覚えるだけだから、世界史はね、めっちゃ、あとね、ノートの書き方が結構こだわってて、その高校の時の世界史の書き方がめっちゃこだわってたから、だからめちゃくちゃ高校の時はそのテストで、テストだけで言うと世界史が一番点数良かった。数学とか物理もボロボロだった。勉強しても勉強してもできないんだよね、理系って。あ、雲合ってた、天才やん。テスト良ければ何でもいいのよ。地頭がいいのね。そんなことないよ、ひき肉さんと発想が間違った。え、ひき肉さん、あ、本当だ、やっほー、元気、元気、やばい、イボの糸って読むの、クモじゃないんだ、どうなんだ、やったかなっていうのは覚えてる。これから木曜日何回かと勉強になるね、答えられるよちゃんと。数学、理系っぽいイメージ、マジ言われたことないんだけど、理系っぽいって頭いいってこと、見られてるみたいな感じ。勉強自分からできるの羨ましい。勉強はできるっていうかね、もうなんか義務感が強かった、自分の中で。人間は勉強しなきゃいけないものだと思い込んでたから、めっちゃ、だからテスト勉強はめっちゃしてた。理系は答えが一つが嫌い、ああなるほどね、そういうのもあるよね、確かに。タカさん遊びに来てありがとう、嬉しい、ツイッターもフォローしてください。日本酒弱いのかな、日本酒はあのできるできないは置いといて、どっちかっていうと近代の方が好きだった。縄文時代とかその奈良時代とかよりは、何、伊藤博文とか原敬とかそこら辺の時代の方が好きだった。もう何も覚えてないけどね。それはそうめんだよ。え、待って、どういうツッコミ、みんな、私ボケた、なに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 、すごいすごいよ、勢いがすごいよ、みんな何の話してんの、どういうこと、あ、さっきの、え、ひき肉さんに私騙されたってこと、
騙してきたのか、やられた私。何、どういうこと、そうめんの話なんだ。話じゃないや、そうめんの話じゃないよね。あ、そうめんの名前であるの、わかんないけど。すごいツッコミすごかった今、ここからここまでが突っ込んでた、みんな。あ、ひき肉さんがボケたってこと。あ、そういうことね。ごめんなさい、ひき肉さんボケてくれたのに、私は突っ込むことさえできませんでした。知識ゼロすぎて分かんなかった。あ、兵庫県名産のそうめんなんだ。なるほどね、なるほどね。私も気になるスケットの一緒の人おるやんけ。ひき肉さんしんどそりゃ、うん、おもろい。突っ込んでもろて、すいません、ちょっと分かんなかったわ。分かってたらそれは突っ込めたけどさ、私がさ漢字何って聞いてるのにそのボケられたらそれ困るだって分かんないもん、分かんないのに聞いてるのにボケられたらそうなんだってなっちゃうじゃん。それはしょうがない、それはしょうがない。振りが雑い、ひき肉さん。なになに、どこにいるのかさ分かんないんだよね、紛れてて。いますか、それは。そうそれな、それなとか言っちゃった。歌ってほしい、どういうこと。ショールーム配信でってこと。歌え、なんかどうやって操作、なんか操作の仕方がさ分かんないし、ちょっと夜なんだよね今と何、歌わなきゃダメな感じかな。どこ押す、とりあえず押してみていい。あ、間違えて、なんか押しちゃ、ほら押しちゃったやん。あ、これか、はい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 、これね。いつか歌うよ、今日は。どうしようマニー誰もいないのにアカペラでもかアカペラだよ、ダメでしょ絶対、著作権じゃん。わかんないけど、夜じゃなかったらまあいいんだけど、ちょっと夜怖いな。ももクロちゃん歌おう。今日ももクロさんの背番号聞いて電車の中で一人で感動してたそう、ああいうさ、なんていうの、応援歌系の曲とか聞くとめっちゃさ一人で感動してさ入っちゃうんだよね。やばいよね、気をつけなきゃ。いつか泣き出すかもしれない電車の中で一人で曲聴きながら前髪そんなにとかしても変わってないです。いいじゃないですか、別に変わったよ、いい感じじゃん。分かった、口使わないよ。もう初見です。ドルポンさんありがとうございます、嬉しい。いい前髪だよね、ナイス前髪、ほらナイス前髪って言ってくれてるじゃん。変わらず可愛いよ、みんな優しいね。もう優しいよ、優しい代表だよ、優しい日本代表だよみんな。僕も初見かもしれないポーランドさん、わらわら。ちょっと髪の毛が気になっちゃった、髪の毛大事、切実。ほらないまい、なにない、なになに、どういうこと、ないまいって何何、ないまいってどういう日本語。前髪の真ん中長くない、本当どれだろう、ここら辺切る、どれ切るよ。じゃあ今日も可愛いよって
嬉しいな、優しい。あ、ね、両サイズにさ電気切れたんだけど、ショック。今日買ったばっかなのにもうショックで映りたくなくなってきた。これで配信するわ、ちょっとショックすぎて。ナイマイってなんなん？こんばんは、こんばんは。充電、そう、なんかねサスケだった、あの充電器。ピエン、ピエンってこういう時に使うんだね。前髪は自分で切る、切る時も全然ありますよ。この間ちょうど美容院行った時に切ってもらって、その後お仕事の時にメイクさんがついてくれた時に切ってもら、ちょっと切ってもらってみたいな。あとはね、結構たまにソラちゃんに切ってもらったりする。ライブ前になんか前髪長くないって言われると、ソラちゃんが切ろっかってなって切ってくれる。あー、なるほどね。あかん、顔見して。そう、そりゃそうだよね、何の配信ってなっちゃう。え、ない前って何？ナイス前髪？それ前じゃない？逆に。ソルちゃん、ソラちゃんもヘアメイクさんみたいな感じでやってくれるから。なんか悲しい。ディ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 。私さ、めっちゃさ、すごい存在感のあるサキティちゃん持ってんだよね。めちゃでかくない？このキティちゃん。かわいいでしょ？おっきいキティちゃん持ってんの。だって見て、こうだよ。かわいいでしょこれ。かわいくて好きなの、めっちゃ。しかもね、めっちゃふわふわしてんのこれ。今日これを見せなきゃって思ってて、ちょっと登場させるの忘れちゃってて、今気づいた。こっちを見つめてた、この子が。柔らかそうでしょ、めっちゃすごいよ。もうこん、プロレスの練習できる。しないけどね。かわいい、そうだよね、かわいいよね、めっちゃ。おっきいでしょ？ぬいぐるみ？わかんない。ぬいぐるみかな？多分ぬいぐるみかな。枕じゃないかもしれない。まさか遠征の音も違うよ。遠征の音もじゃないよ。お家のお部屋の音も。お部屋人。ピチチチチチ、なんか座り方が定まんないんだけど、価格がさ、どうすればいいか分かんなすぎて。体重はリンゴ3個分だよ。そうだよね、リンゴ3個分より軽いかも、分かんないけど。暗すぎない？大丈夫これ、なんか落とした？見て、前髪乱れてるから駆使します。いつも気にしないのに。なんとなく気にしてみた。絶対さ、このリップの薄さ、ルリに怒られる。ルリがリップ濃い派だからね、いつもなんか、リップ薄くない？リンちゃんって言われる。ちょっと暗いよね。そうだよね、そうなんよ。そうなのよ、そうなのよ。下から買ってきたのにさ、そろそろ改善しなきゃと思ってさ、電気買ってきたのに。ないまい。合言葉じゃないのよ別に。なんで？
ありがとう。新しい日本語作ったね、みんなで。薄めのリップにしてんの？そういうわけじゃないんだけど、特になんとなく薄ピンクだからかな、わからんけど。てなちゃんが明るいから良い。あ、ほんと？自分で光ってくタイプね。あ、ポーランドさん、キラキラキラピありがとうございます。 Thank you。 あ、お揃いだ、だって。お揃い？ルマンドだよ。お揃っち？これね、1番今さ、番号が見えなすぎてどれかと思った。あの、書き方書いてるんだけど、どこが数字がありすぎてどれが分かんなかった。ウォーターティント01番、これです。マットリップのやつ違うかも。ウォーターって書いてあるから。何色？ピンク。ピンク？ピンクだよ多分。見える？ちょっとついた？これで。私おそろっちって言っちゃう癖なんだよ、そういえば。私ロマンド3つ持ってるよ。3つしか持ってないけど、まだおそろっちの人いるかな。今度同じの買います。ロマンド3つ。おそろっちイメージある。そうでしょ。だって なんだっけ、大学のこの間授業の時になんかワークで話す時があって、私がなんかたまたまおそろっちって言ったら、え、何それってなんか小学校の時流行ったよねって言われた。最悪。パクトさんありがとう。いて、見つけたんだけど。一つは13番。多分13番。赤系かな、めっちゃ。もう一つが7番。これなんかね、あ、ここに書いてあった7番って恥ずかしい。ここにも書いてあるわ、13って。なんやねん、言って先に。ロマンドはこの3つ、私の。おそろっちの人いる？いないか。おそろっち、ぜひみんなおそろっちにしようね。私がでもどれも好きなんだよね。どれも違う時にやる。私がコスメ紹介する世界線ってすごくない？全然持ってないけどね。あ、最近ハマってる、今ちょうどコスメポーチがあるから。最近ハマってるのがこれなの。このね、こっちの、違う、こっちのラメがすっごい好きなの。 ASMR みたい。私 ASMR めっちゃ聞くんだよね。可愛くない？これペリペラっていうねやつのラメなんだけど、これが可愛くて、ライブの時の地メイクだったらめっちゃしてる。あのリリーベの時とかは絶対それつけてる。最近も全部、9月のリリーベめっちゃあったじゃん、その時も全部このラメつけてた、可愛すぎて。お化粧品でカスタネット、違うよ。ASMR 好きなんだ。好きだよ。だからそれこそなんかテスト勉強とかする時とか、音があった方がいいなと思った時とか、英語のとかはちょっと無理だったけど、数学とか特級だったら ASMR 聞いたりとかしてやってた。つまり最強になれるってことか。そうだよ、そうなんだよ。じゃあ次のリリーベガン見するね。わかる？わかんないでしょ。ウーク加入前コスメ知らなかったのにね。知ってはいたけど使ってな、持ってなかった。
コスメ、あ、なんかメイク動画とか見るの好きだったから見てはいたけど、なんか別にそんな自分の人生に必要ないかなって思ってたから、その時はだから持ってなかっただけで、知ってはいたよ何個か。すごいことになっちゃった、前村ちゃん立たせたら。でしょ、なんかある、あと10分しかない、早くない、早いよねめっちゃ。関空とやばいよね、ずっと立ってんだけど、まゆるちゃんすごすぎ。太郎さんありがとう、バブリッジありがとう、バブリッジ使った無理、あやめちゃんのピオやん、もはやあやめちゃんのピオの口癖と同じぐらい血つけた今。刺さってるみたい、確かに顔の一部だよね、どっちかっていうと。南星人さんありがとう、ポムポムプリン Thank you。 あと2時間やんないよ、日またぐやん、それまたぐやん、もう終わるの寂しいね。つらぴよっち、私とあやみちゃんの合体バージョン見て、こう透けてんの、これなんでか分かったんだって話したっけ、してないっけ、じゃあしないでおくわ、別にまだいっか。明日の夜ご飯何にしよう、ハンバーグにしな。ありがとうバブリッチありがとう、しおぶりさんありがとう、してなかった、え、何の話、何の話したっけ今やばい全然記憶ない、してなかったかも、知りたい、な、何の話だ、あーあー透けてる話だ、そう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 だ、この内カメのねところ違うわ、あの画面 の、 そのフィルター、フィルターじゃないフィルムか、フィルムをつけてるんですけど、その画面のフィルムが割れちゃって、その割れちゃってる線がちょうどねこの内カメのこう丸あんじゃん、そこのとこに線がピーって引かれてんの、多分それだからなんかね透けてるの、そうだからここに多分線が入るんだと思う、そういうことだってことが判明しました。ルリは後ろが割れてたけど、私は表が割れたっていうか、うん、割れたか、認める認めるわ、でもフィルムだから全然大丈夫、余裕余裕、変えれば余裕、そう割れちゃったの、ショックだよね、やっていけない割れっちゃ言わないでしょさすがに、日本語じゃないじゃんそれも、そうフィルムだから大丈夫、すごいだって今ここ、これさすごい線がちゃんとある、折りたためそうなもんだってここに線あるからすごい線対称かもしれん、しれんみんな血つけないの、バレー始まった、明日じゃないバレー、明日のレイジーじゃないの、それは話変わってくるよだいぶ、明日だよね、怖い怖い怖い、フィルムチが割れっちだったのね、でも日本語違うやん、チっていうのはさか、あのなんていうの、なん女子み、女子なのかな、女子ではないか絶対絶対全部全部つけちゃダメだよ、それはもうな何言ってるか分かんなくなっちゃうから、カメラっち折りたためるっち、全部チつけるやん、これは明日だよね、よかった、危ない危ない危ない、めっちゃ楽しみ、明日ねオランダ戦なの、みんな応援しようね、心で見てない、あの見れないよって人とか 見ないよって方はちょ心で応援してて、それで私の月曜日のテンションが変わるかもしれない、どんだけつけれるかじゃないのやばいでしょ、伝わんないよそれも、
応援してるのどっち、日本でしょ、日本じゃない、私日本買った時ツイートしたけど絶対日本じゃん、これ違った、あコギミンとトフトばっかだ、かわいそう、ブブブブブブブ、あポーランドさんありがとう、シナモン、シナモンチありがとう。そうだね、明日新宿なので、そうだね。太郎さんありがとう、ポチャッコ。ポチャッコ、あと4分ぐらいだよ。11時まで。じゃあ11時になったら終わりに駆け込むわ。それまで喋ろ。終わりへの道を進める。と、つまり告知をするってこと。なんかそこで近づいちゃう癖あるんだよね。全然誰だよってなっちゃうよね。りなちゃんのシンデレラタイムは？私ないよ。だって19歳だもん。高校卒業したもん。りさくさんありがとう。ポムポムプリン。耳上がってる、すっご。ポムポプリンすごい。この顔面白い。駆け込みっちだね、そっちだね、大人っちだもん、成人っちだ、そうだね、無敵モード、そうだよ、何時でも大丈夫だから。夢に出てきそう、何が、あの顔ね、やば、表情がいいよでしょ、すごい内容のないさ配信になっちゃった、ごめんね、なんか本当になんか何も話した、なんかね、ちゃんとした内容なかったわ、本当になんかカフェで話してるみたいになっちゃった。本当の雑談ってこういうことだよね。本当に大丈夫だね、最近は中学生に間違えられない、間違えないんじゃない、売れないでほしいよ、お願いだから大丈夫だよって、ありがとう、優しい、流行語が生まれたからオッケー、オッケーっち、スタプラフェス楽しみ、あそうだね、スタプラフェス、ゆうきさんは明日の生誕祭行くの、おさん。シナモンちゃんありがとう、質問やん。名前、明日行くよ、明日私は見に行きます、リジちゃんとあやめちゃんの生誕祭が新宿レニーでやりますので、ぜひ皆さん来てください、スタプロフェス楽しみだよね、言えなかった今、私初めてなんです、スタプロフェス、去年は入ってはいたけど、あのうっかりね入ってたけど、で出てないから初めてなんだよ、実は見てたけどね、配信でめっちゃ見てた、めっちゃ見てたの、そうそう、グループでね、なんかし、グループシンデレラ、シンデレラグループ決めるみたい、決めるっていうかそんな感じだからね、今度勝つか、そうそうそう、絶対みんな来てくれよな。来てくれよな、気合入ってますよ、ちゃんとちゃんと気合入ってますんでね、みんなと仲良くなろうっと、絶対無理だけど、人見知りだから、人見知りだから無理だよ、え、あやめちゃん、本当だ、アメちゃんにいるじゃん、なんだアピオちゃんいるじゃん、全然気づかなかった、みんな天才じゃん、あしかもなんか押しちゃったし、絶対楽しみにしてね、うー絶対早く、全然気づいてくれない。気づいたよ、気づきましたよ、すいません、全然気づかなかった、みんながさなんか急にアメちゃんって言っててさ、何言ってんだろうって思っちゃった、どうしたんだろうって思って、そういうことか、気づいちゃった、楽しみ、私見てるよ、ありがとうございます、あぴよちゃん、明日忙しいのに、明日私楽しみにしてるんで、
めっちゃ楽しみにしてますよ。今宣伝もしちゃった、新宿でに来てくださいって。めっちゃ楽しみ、頑張ってくださいみんな来る、みんな来てくれるよね、もちろん。だって生誕祭だよ、絶対見に行かなきゃじゃん。ありがとうピオーって、イエイエッチイエイエッチ。私あやめちゃんと、あやめちゃんがピオーって使うのと同じぐらい多分チって言ってました。のでこれからはチってつけます。ほらみんな明日楽しみって、頑張ってねピオ。みんな急にピオって出てきた。行くよ、当然だ、当然だぜって言ってる人いるよ、いっぱい。浜猫さん、ポンポプリありがとうございます、ありがとう。でも11時じゃん、最後告知っちしようかな、もう全然気づかなかった。告知っちします。ずっと貼ってあったけど、あの今日から一般発売、え、判定してる？してないね。オールアウトセカンド11月3日に読売ニテルアナホールで行われます。ワンマンライブ、全曲披露ライブがあるんですけど、その一般チケット発売中です。今日から発売されました。みんなぜひ来てください。あのね、フリーネも全部終わって、いろいろ確認事もね増えてきて、たくさん踊って歌って やりますので、みんなね絶対本当に来てください。本当に私ももちろんね宣伝たくさんするけど、みんなも宣伝たくさんしてくれたら嬉しいです。嬉しいっち、本当に嬉しいっち、喜ぶっちだから、お願いします、ぜひ来てください。絶対来てくれよな、みんな楽しみでしょ、だって3日だもん、もう1ヶ月切ってるから。本当にもう本当になんか早いよね早いよ、みんな絶対来てね、よろしく。全曲見れるんで、だって今まではさ、あの曲見れなかったなとかでもしかしたらあったかもしれないじゃん。ライブ行ってさ、ライブ行って、あ、曲、あの好きな曲やんなかったかとか、うわあれ聴きたかったのにやんなかったかっていうのあったと思う、正直ね、あると思う。それ人間だから、人間だもの。だけど今回も全曲披露だから、そのうわな、あれ聞きたかったのになっていうのがない。素晴らしい、こんな素晴らしいことありますか。絶対来てください、お願いします。で明日はさっきも言いましたけど、私も行きますけど、あやめちゃんとリージュちゃんのね生誕祭ありますので、新宿レニーでありますので、みんな行こうね、一緒に、一緒に楽しもう。私も楽しむ、私も一人のファンとして行くから、こうやってやってるかもしれないなのでみんな一緒に行きましょう。そしてまあ、あとはですね、11月16日にメジャーデビューさせていただくんですけども、あのメジャーファーストミニアルバム青春小説が発売されます。嬉しいです。もうこの間ね、詳細がバーッと解禁されまして、本当に6曲題名とかも出てきたので、なんかいよいよ来るぞって感じがしてますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。そちらを定畜オンライン、定畜オンラインで買っていただくとですね、限定版で買っていただくと、あの11月20日に品川で行われますイベントに参加できますので、ぜひそちらも来てください。一部二部三部あります。一部が私となんだっけ、ルリ私とルリで、いや、あの演出系を、いや演出っていうか、そうですね、セトリとか考える係で、二部があみちゃん、リージュちゃんかな、すごっ、明日組だ、イエベブルベ組、明日組で、3部がモアちゃん、ソラちゃんでやってますので、ぜひ来てください、よろしくお願いします。3部全部来ていただけるとね、インストっていうのがねもらえるんですよ。アルバム曲のその6曲のインストがねもらえるのでね、絶対絶対絶対来てください、よろしくお願いします。あとはそうだね、さっきもちょっと一緒触れましたけど、毎週木曜日にあのシェイクアップワロップっていうね、あの配信番組に出させていただいております、出させていただくことになっておりますので、毎週木曜日、来週はお休みなんですけども、毎週木曜日ね、観覧もありますし、 YouTube でね、配信で YouTube 配信で見れる配信でね見れるっていうのもあるので、
ぜひね、ぜひ観覧でも来ていただけたらいいな、嬉しいなと、私が安心するのでめちゃくちゃよろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日もありがとう。明日もさ、きっとさ、何、遠征組とかいらっしゃるわけでしょ、多分。もう寝るよね、きっと。みんなお休みありがとうね。最後にキティちゃんだけ登場させとくわ。じゃあね、バイバイじゃあおやすみ、みんなありがとう、遅くまで。じゃあね、元気でね、おかしいか。じゃあ、あ、ランキング見ます。危な、みんなまだ行かないで、ごめんね、行ってとか言っといて、自分で。11たす3、ちさとさん、ありが、押しちゃった、ちさとさんありがとう、たくさんありがとう、あ、まだ押しちゃった。9位太郎さんありがとう、8位 K さんありが、K さんありがとうございます。7位、あ、まだ押しちゃった、しゅん、おぐい、おひちさんありがとうございます。6位ポーランドさんありがとう。5位須田大箱推しさんありがとうございます。4位ジンジさんありがとう。3位サンジさんありがとうございます。3位サンジってすごい、ソンソン2位リュウさんありがとう、めっちゃだるまありがとうございます。1位リサクさんありがとうございます。ごめんね、駆け足となりましたけど、総理でしたね、めっちゃあやめちゃんがめっちゃ拍手してる。 8がめっちゃ送られてくるんだけど面白すぎる、やば。みんなありがとうございます。あやめちゃんもぐっすり寝てください。ほらまた8来たありがとうございました。じゃあみんなおやすみね、ごめんね、あのおやすみって言っときながらめちゃくちゃフェイントしちゃった。じゃあね、オールアウトぜひよろしくお願いします。バイバイ、今日はありがとう、キティでした。See you、 おやすみ、ありがとうって間違えた、こっちか、全然違うとこしちゃった。バイバイ、ありがとう。